皆さん劇中ではそれぞれ秘書を演じられていますが、逆にもし今の自分に秘書がついてくれるとしたら、7人の秘書の中から誰を選びますかという質問ですが、では七尾さんはいかがでしょうか。私ずっとこれ取材とかでも聞かれてて、ずっと私江口さんって言ってる気がします。はい、ずっと言ってくれてる。そうなんですよ。今日の気分は。いや今日ももう私は江口さん一筋で。マジですか。はい、行かせていただきます。いやもう彼女は本当にでもいろいろね、健康器具とかプレゼントしてくれたりとか、またもう室井さんじゃないですけど、またそれがいいんですよね。えグーって揺れて。よかったですよかった。もう本当にもう気を使ってくれて、やってくれてました。はい、野尾さんは江口さんを選んだ理由は何ですか。結構ねこのみんなおっちょこちょいなんですよ。意外と分かりますよね。なんかなんとなく分かりますよね皆さん。結構ね抜けてるんですよ。なんか否定されてますね。違います。結構ちょこちょいよ。全然違います。アリスさんも否定。いやもう私なんて役と一番かけ離れた性格で、もう奇抜ですよ。もう一番近いんじゃないですかあなたねえ。いややっぱり江口さんが一番この何ですか、秘書チームがこうラーメンバンで賑やかにやってるところ、すごく温かい目で見守ってくれたりだとか、あとは秘書になってくださったら、もう江口さんが横にいたらちゃんとしなきゃって思うじゃないですか。なのでずっと江口さんを、はい、指名させていただいてます。本当ありがとうございます。嬉しいですね。もう本当にありがとうございますありがとうございます、はい。